はい、こんにちは、雑学シアターのさとしです。本日は北極流という流派の大人気占い師、予約の取れない占い師、はい、予約の取れない占い師、まあ確かにそういうこともありますね。ありますね、はい、あの相原康人さんにお越しいただいてます。はい、お願いします。で、今回のコラボでは相原さんに手相や運気、占いなどの、気になるトピックを北極流で、解説していただこうと思っております。はい、何回かに分けてやっていきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。うん、はい、今回のテーマは、はい、ズバリ相原さんが、まあ、これまで手相鑑定をされてきた中で、これはちょっと珍しいのとレアだなと思った手相、はい、これをね3つ教えていただきたいなと思っているんですけど、はい、早速1個目よろしいでしょうか。はい、わかりました。はい、1つ目は、ね、両手マスカケ線です。両手マスカケ線、マスカケ線、はい、まあ、マスカケ線でわかりますかね、皆さんね。あ、まあ、みんなご存知だと思いますね。まあ、要はあの感情線と知能線が一体化してるっていうやつですね。あのね、綺麗に横線パーって入ってる人って、はい、結構珍しいんですね。本当に綺麗に一本線になってる人ですね。うん、あのちょっとこうつながってるというか、こう薄くつながってる方は、はいはいはい、あのいらっしゃるんですけど、ピンと両手をこうなってる人はあんまり見たことがないですね。まるでひらがなの手という字を書くような。そうですね、ピンとね。そうですね、私の師匠だからそれなんですよ。あの例の北極老人さんですよね。そうです、両手綺麗なマスカケ線で、すごい綺麗だなっていつも見てるんですけど、やっぱりそういう、まあ、北極老人にはありますけども、うん、その両手、はいはい、マスカケ線綺麗なモデルという人はかなり少ない、ね、あんまりないですね。いや、多分ほとんど見たことがないですね、その以外は。まあ一般的にはね、天下取りの相手なんですね、あれ。まあ、島田秀平さんとかがね、はいはい、言われてるやつで天下取りって言われるんですけど、まあなんかね、別にその線があるからいいとかじゃなくて、あのマスカケ線ってどういう線かっていうと、はい、あの感情ですよね。要は感情線と知能線が一体化してるわけじゃないですか。はい、要は考えてることと、はい、実際に自分がやること、思ってること、これ一致させないといけないんですよ。はい、そうするとむちゃくちゃパワー発揮するよっていう線なんです。なるほどですね。うん、なんか一般的によく言われるのがね、まあ、これ本当かどうか分かんないですけど、徳川家康にあったみたいなね、言われるわけですよね。まあ実際残ってなんか徳川家康の手形みたいなのが見えてるんですよね。そこで見たら確かにマスカケと、なってるということなんですけど、まあ、徳川家康自体がね、影武者がいっぱいいたんで、まあどの徳川家康だっていうのもね、まあ、あれいろいろあったりとかするんですけど影武者の手形かもしれないですからね。ありえないですからね。そうですね、分かんないんですけど、まあ、でも言われると、だからこう思ってることと普段行動することを一致させないと運が逆に良くならないんですよ。じゃあ、 あの一概にそれを持ってるからいいってことじゃなくて、思いと行動が一致しないとマスカケ線のその素質を開花できないと。できないんですよ。だからまあ、で戦国武将なんで、やっぱ天下を取るためにっていうところで絶対一致してたでしょうし、はい、でもまあ例えば一般的な、ね、方でいうとサラリーマンやってるけど、いや俺本当は起業したいんだよな、もっと成功したいんだよなとか、なんかこう思ってたりとか、はい、あとはなんかこう、いや全然モテないと、いやでも俺モテると、モテたいと思ってんだよなみたいな、いやでもモテなくてもいいよとかって言ってるとかね、口ではこういうのはね、そう、こういうのはねダメなんですよ、マスカケ線。なるほど、不一致ですね。不一致なんです。不一致させるともう途端に運悪くなるのがマスカケ線。なるほどですね、分かりやすい、はい、両手マスカケ線すごくレアなんですけども、取り扱い注意ということで、はい、そうですね、分かりました、ありがとうございます。はい、じゃあ2つ目の、はい、こうお願いしてもいいですかね。まあ、これはねめちゃくちゃ珍しいわけじゃないんですけど、はい、まあ、あったら、いいですよというところで、なるほど、両手神秘十字。あ、両手神秘十字、神秘十字線皆さんご存知ですかね。ですよね、真ん中にね、はい、バッテンがあるやつ、あれはね、まあ、私自身は結構素晴らしい線だなと思ってて、神秘十字両手あると何がいいかっていうと、はい、あのね、左手に例えば、バッテンがある場合、これはね、ご先祖様に守られてるっていう線なんです、はいはいはい、だから非常にこう導かれてるというかね、あの人生をこう助けてもらってる方が多いと、はいはい、いうことなんですね、はい、右手のバッテンは自分が信仰心が深いと。まあ、神様を信じてるって言うとあれですけどね、まあ、その信じてる人、はい、何かを信仰して信じてる人っていうのは、右手にある。なるほどなるほど。で、人生って信仰心だと私は思ってるんですよ。人生って信仰心、信仰心、はい、何を信仰してるか、何を思ってるか、例えばね、信仰心とかっていうと一般的になんか宗教じゃないかとかね、イメージが出ちゃうんですけど、宗教って何かっていうと、要はまあその多神教か異神教かで変わりますけどね、その何かの神様を
崇敬してる崇拝してるっていうのが宗教じゃないですか、はい、でだからだからまあね宗教ってイメージ悪いんですよ一般的にすごくなんかこう、まあ、あれはオウム真理教の影響なんですけどねなんかそういうありますよねうんだからそういう印象があるんですけどでもみんな何かを信じてるんですようんそうですよねそうなんですよだから例えば、うん、いや神様なんかいねえよと思ってる人は無神論者って言うんですね、うんうん、だそれは無神論者っていう神を信じてるんですようんなるほど無神論神を信じてるっていう神なんかいないって神を信じてるなるほどなるほど、まあ、感じなんで、まあ、どっちみち神みたいなもんなんですよね、はいはいはい、だからそれでまあ、もうお金だと、うん、もう人生は金だとなるほど金がないともうダメだと思ってる人は、うんお金信者なんですよなるほどなるほどお金を信じてるんですね信仰心、があるんですよ、だから神秘十字がある人っていうのは信仰心深いっていうああなるほど何事においても何事においても信仰心深いっていう方なんで、だからこういい、信仰すれば、はい例えばこう人生を良くしてくれるね、ための信仰できれば、はい、それは人生変わるとただそれこそオウム真理教みたいのを信じてしまうと、うんそうですね、結構抜けられなくなっちゃったりとかなりえますよね、うん、例えばお金ばっかり信じるともよくないじゃないですか、はいはいはい他にも ね人生には幸せになるものっていっぱいありますからね、うん、バランス大事ですもんねですね、だからまあ一番ねその神秘十字が両手に出てる人でまあ素晴らしいというか、人としても、いいなっていう方はまあ自分は本当にこういう道に生きていくと、うんまあ、人のために貢献していきたいという思いで、はい人生の道が定まり、そしてこうご先祖様とかね、そういったものの応援も受けて、うん一生懸命やってるという方は、うん、本当素晴らしいいい方向にね、はい行かれてるんじゃないのかなとだから両手にある方、まあ、もしくは片手にある方っていうのは、はいそういった思いをね、はい持っていけばいい信仰すればね、はい人生むちゃくちゃ良くなっていきますよっていう手相でまあむちゃくちゃ珍しいかって言われたらそうじゃないかもしれないですけど、うん、それはハオセの方が珍しいかもしれないですけどそうですね、まあでもこの手相はあったら私はいや素晴らしいなといつも思ってます、うん、ああなるほどですね、はい、ありがとうございます皆様両手神秘十字線でございます、はい、そしたら最後ですね3つ目、はい、お願いしてもいいですかねはい成功視線っていうのがあるんですよ成功視線視線というのは支える線支える線あなるほど、はい、最高視線成功視線、ねどういう線ですかねこれはね運命線上に枝分かれする、はい、線で、うんうんまあ、ちょっとね運命線にこうかかってるようなこう支えてるような、はいはいはい、線のことを成功視線と言うんですけど、うん、これはね間違いなく成功する線と言われますもう成功が確約された線ということで、お間違いない、間違いない。そうですね。素晴らしい線ですね。これがね、あると、例えば経営者の方だったりとか、大体事業うまくいきます。ああ、なるほど、なるほど。従業員にも恵まれ、はい。そして事業もうまくいき、お金も入ってくる。はい。そういう視線だというので、運命線上にこう、線がかかってるものは、非常に成功線ということで、珍しい線ですね。なるほど。なかなか、やっぱ鑑定されてもこれがしっかり出てる人っていうのはあんまりいないですね。まあよほどこう、まあ、事業というか経営者で、うんうん、飛躍してうまくいってる方にはあったりするんですけど、なかなかね、まあ珍しいってそうですからね。そうですね。なかなかいらっしゃらない。パッと見て、あこれすごい強いなと、うん、この線に強く出てるなっていう人はあんまりいないです。ああそうなんですね。皆さん成功視線。手に終わりでしょうか。ぜひ見てください。運命線をね、はい、こう見たときにこうその線があるかとかね、うんうん、ぜひ見ていただけたらね、必ずうまくいくと。なるほどですね。ありがとうございます。はい。で最後にちょっとおさらいさせていただきたいと思います。はい、相原さんが思う珍しい手相3線。一つ目が両手マスカケ線。で二つ目が両手神秘十字線。はいそして、最後が、成功視線、はいこの3つでございます、はい皆さんあったでしょうか、うんこれね皆さんねこの今回の手相の話だけじゃなく、まあ、運気のことだったり、はいろいろ占いのこともこれから話していきますので何かねご質問とかこういうことを聞きたいとかあればコメント欄にも、どしどし、コメントいただけたらなと思います、はい、それでは、はい、今回ありがとうございました、ありがとうございました。